ありました、うん、左動きながら打っていきます。ジャブも流行っていいね。そうですね、うん、アッパーを見せていきます。一番理想形なんだと田中仙台トレーナーは話していました、うん、一番やりたいですよね。あ、そうです、うん、ボディー、この辺りは相打ちになります。離れていく、残り10秒切った。右のストレート、ワン、ツー、スリー、近づいてきたとか、ボディー、ただボディーも返す。さあちょっと噛み合う距離になってきたぞ。右のストレート、いや山中さん、これは楽しみな試合になりますね。いや楽しみですね。リトダンテのパンチが入っていきました。しかもそのうち3つの試合は2ラウンド以内でのノックアウト勝利、うん、見事ですね。そうですね、まあ、早い回での KO はありますけど、はい、今回まあ1ラウンド目はしっかりと見ていきたいですよね。あ、そうですか ね、 ね、はい、相手のパンチをしっかり見ながら、はい、ですが第1ラウンドに左のボディでダウンを奪って、うん、一発目のダウンでカウントアウト、ノックアウト勝利というでしょうし、はい、向き合いもより一層入ってるでしょうね。左離れ際左をかぶせていきました。右のストレート、側頭部のあたりに放っていきます。高見京介ボディしっかりと、見ながら戦っているというトレーナーなんですが、ここまでパーフェクトレコードなんだけども、あんまりこう倒しに行こうとするなと、うん、最初から行こう行こうというボディ、うん、気持ちがあるんで、そこを、トレーナーが抑えるというボディ、ね、強烈なボディです。さあ手数を重ねていく、パンチを振っていくということもありますし、うまさがありますよね。うまさがある、うん、強いというよりはうまい、素早さもあると。かわしていきます。残り10秒切りました。右ロック、もう一度右、うん、さあいいパンチが当たった。山中さん、緊張感の高い展開ですね、はい、緊張感ありますよね、うん、キャッチウェイト8回戦です。ワン、ツー、リトダンテがまず今度王座を防衛していた E&J カシアスジムの小浦翼、当時無敗のチャンピオンに、うん、兄弟世界チャンピオンの重岡雄大という、重岡選手とも戦っていますね、ですから負けは負けでも後の世界チャンピオンとやっているわけです、その中見京介です。一番の武器はカウンター、そうなりました、うん、左左動きながら打っていきます。ジャブも流行っていいね。そうですね、うん、かなりジャブも力強くて速い、ちょっと後楽園ホールも緊張感が高まってきました。ジャブ、このジャブですね、まあ、リズム出てきましたよね、はい、うん、高みのリズム、あ、ジャブジャブ、左ジャブからボディー、さあボディー、もう一度いった、リズム出てくる。さあちょっと嫌がってるか、ね、今ジャブ3連発からの右ストレート、非常に良かったですね。ワン、ツー、さあ波に乗ってきたボディー、高みがリズムに乗ってきました。平均、あっとただ、うん、この距離、あの詰まった距離での一発というのは、そうですね、うん、しっかりと、うん、警戒しないといけないですね。平均ジムが誇るザ・スマッシュです、うん、ボディ、このボディ、これ完全に確実に相手ダメージ蓄積してますかね。ワン、ツー、スリー、右のフック、アッパーを合わせていったダンテです。ちょっとバランス崩してボディ、なんといっても印象に残っているのは当時無敗の OPBF チャンピオン、ただちょっと先ほどのラウンドはボディを嫌がっているような、そんな挙動もありました。体を低くしていきます。ぐいぐいと前に詰めていく、身長 157.5 センチリトダンテです。 WBC でもミニマム級の第14位にランクインされています。ボディパンチはかなり強いものがあります。そうですね、リトダンテ強いですね、非常に重いパンチですね、うん、左のフック、ちょっと右が当たりました。高見としてはこのラウンドからどうしていけばいいですか。そうですね、近い距離、もう少し先ほどのラウンドもジャブが良かったんで、はい、選手やっぱり足の動きもいいんで、あ、そうですか、しっかりと、はい、ますか、まあ、早いですよね、やっぱり、はい、打った後にもしっかりと、回れていますし、ハンドスピード、足のスピード速いですよ、はい、今細かい左の、あっとちょっと顎が浮いた、効いていないというジェスチャーです。左ジャブです。それからボディも効果的に当たっています。残り1分以上あります今日の一戦です。第3ラウンドを迎えています。ストレートを合わせていきました。固める時間帯になっているリトダンテです。あ、ここからどう、こうフィニッシュブローに持っていくかという、うん、そうですね、構成をかけてきて、はい、まあ、少し今休んでいる状態であったと思うんですけど、そうですか、その時間帯にも攻撃していきたいですね、高見選手、ただチャンスと見るやぐっと前に出てパンチを出していきます。ボディフック、ボディ左のパンチ強烈です。
右のフック、右のストレートをかわしている、距離がザッとカウンター、帰ってきた。世界ランクをあるいは奪うことができるか高見京介です。鉄壁のダンテからダウンを奪うことはできるのか。まあ、対戦相手でも本当に実力のある選手とも戦ってきてましたからね、まあ、まさにオールノックアウトになった。あっと右のフックが振ってきた、ダンテのパンチです。まあ、高見選手にしても、過去4試合の相手よりも、はい、ジャブ一つにしても、当てづらいという印象も少しはあるでしょうね。高見本人、そして田中仙台トレーナーを間違いなく高見が戦ってきた中で最も強い選手、最もビッグネームだと話していました。まさに相手に不足なし、オールリトダンテかホコタテ対決、ボディ左右、ね、いいジャブでありボディでありというところですか。あの右のタイミングというのはすごくいいんで、はい、タイミングがいいんで右近づいてきたと、まさにカウンターを合わせました。この外側足の動きは止まりません。軽やかなステップワークです。ワンツー、アッパーを見せていきます。このあたりの目の良さ、反射神経の良さというのはあるんでしょうかね。しかし、狙いフェンスも非常にいいんだと田中仙台トレーナーは戦前に話して、一番理想系なんだと田中仙台トレーナーは話していました。一番やりたいですよね。あ、そうですか、ようにも見えるんですが、いかがでしょう。ボディです。右を合わせました。ボディ、この辺りは相打ちになります。離れていく、残り10秒切った。右のストレート、右を返していく、ガードを固めるリトランテです。高見にとっての最強で最高の対戦相手、愛も話していました。中盤のラウンド、互いのおっとボディです。ここは先手を取ってきますダンテが。ここまではまだそんなにお互い消耗してないですね。あ、そうですか、はい、リング中央に来ました。小刻みにステップを踏んでいく、うん、ダンテもあるんですけど、その前独特なこう間合いであったりとか、はい、っていうのはうまいですね。あっと相打ち、リトダンテ選手も、そうですね。あと右ストレート、さあ非常に強い右ストレートが捉えました。高見です。ちょっと防戦一方になっているか、ダンテ効いているか。得意のジャブも決まっています。右のオーバーハンド、ボディ右ストレートを振っていきました。このダンテのストレートにも注意が必要です。左のフック、このジャブですね。はい、いいですね。顔面を捉えるようになってきました、ジャブです。残り時間が1分少々、相打ちになりました。ジャブジャブしつこくついていきます。ボディ、うん、あの右の的中率も絶対上がってくると思うので、あ、そうですか。そこからまたさらにボディというのが、はい、有効だと思うんで、はい、右の打ち下ろし、ロープを背ボディボディ、左のパンチ、顔面にルートの相性を持ちますリトダンテ、タイミング良かったですね今の。そうですね、まともに入ってなかったです。ワンツースリーフォー、スピードありますね。さあスピードで圧倒していきます。行かずプロ転向を目指しました、うん、リング中央でお互いが見合っています。ジャブジャブジャブしつこく出していきます。そしてなかなか最後のその右のパンチが出しづらくなっているという、そんな山中さんの見立てもありましたが、うんうん、高見選手もあの下の攻撃もしっかり意識させてるんで、はい、このジャブは面白いように、あ、突破、見ているとスイッチしましたか。この辺りで老快な元チャンピオンを翻弄していきます。ワンツースリーフォー、さあ効いているか。さあ離れてジャブジャブ右ストレート、ワンツースリーされます。残り間もなく10秒、ボディに当たっている。今のアッパーなんかもいいタイミングだったんですけどね、はい、これが一つ、まあ、あとワンタイミング、とばかりに当てていきます。いきます、多彩な攻撃。あと左のストレート、スタイル、あ、これもうステップ、ね、もう変えてきますね、どんどん。右のストレート、さあ強いパンチが当たりました。ボディです。ジャブと左のボディ、右のストレートを伸ばしていきました。不敵に笑みを浮かべました。ガードの上からの右のパンチです。
ボディボディ左フック、ただでは逃がしません。ボディ、強烈なボディが決まりました。高見の左ボディ、このパンチですかね。そうですね。残り10秒です。ボディ右もタイミングはいいですけどね。はい、右のストレート、左フック、左のパンチも非常に効果的に捉えてきました。ただ一歩入って、したらまた変わってくるラウンドです。残り2分30秒、ボディからの左フック、リトダンテです。ただここは軽やかなステップワークはオープニングラウンドとこうダンテとしては嫌がるところはもちろんあるでしょうね。小刻みなステップワーク、足元にもご注目いただきたいと思います。左のストレート、左効いているか、ちょっと嫌がっているか。カウンター、ワンツースリー、近づいてきたとか、ボディ、ただボディも返す。さあちょっと噛み合う距離になってきたぞ。右のストレート、残り1分30秒少々、まもなくハーフタイムです。目で避けていきます。見事なディフェンスです。はい、高見選手もこう見合ってるときに、ボディ右ストレートもらいました。相手の攻撃の後のカウンターも狙ったりもしてるんですけどね。はい、倒せないというダンテのうまさ、老快さがあります。さすがは OPBF チャンピオンにも輝いた。あとワンツースリー、額の汗の量も増えてきました。残り40秒少々、左近づいてきた、右のストレートを出し放していました。ワンツーワンツー、さあパンチが山中さんどうですか、当たるようになってきましたね。そうですね。ただダンテのパンチも顔面を捉えています。距離が近くなるとそうですね。右のストレート、さあ残り15秒だ、どうするか。高見ワンツー、さあ残り10秒、強振になってボディ、左ボディ強烈。さあ最後のパンチだ、最後の10秒間パンチを振っていく。おっとバランスを崩した、さあどうか、ダッシュに行く、高見ダッシュに行きましたが8ラウンド終了。まずジャッジ田中浩二79対73、ジャッジ福地雄二、同じくジャッジ吉田勝利80対72、以上3対0のユナニマスディシジョンをもちまして勝者赤コーナー高見